2022年12月31日大晦日、屋久島で、連れてっていただきます。屋久杉ランドからここですね、台中岳初屋久島ですの山です。はい、曇りですけどもね、登山するにはいい感じだと思います。連れてっていただきます。ありがとうございます。本当の自分で生きよう。休みは遊びの日、楽しむための時間、好きな服選んでお気に入りの場所出かける。心が喜ぶことして疲れを吹っ飛ばそう。ワクワクが大切、生き生き生きよう。ないよね、相手を思えば本音聞かせてあげよう。心を偽らないで、自分をごまかさずに、グッドタイミング、生き生き生きよう。山登りって言ってどれぐらいかな、ちょっと記憶にないぐらいですけどもね、ちっちゃな山とかね、あの神社の奥の院が上っていうのはねありますけど、どうなんでしょうかね。楽しみですね。アテンドしてくれる方にお会いできてありがとうございます。ではこれから上がります。あ、お正月バージョンだ。屋久杉ランドから入っていきまーす。千年杉、千年杉。おー、高所恐怖症の人はダメですねこれね。怖いですねきっとね。おー、はい、吊り橋、水の量がすごい。おー、揺れてます。おー、揺れてます、揺れてます。おー、はい、これから上がります。お山さんです。はい、あと半分ぐらいです。はい、休憩です。もう来てますか。あ、滝、水、川の音がしますね。おー、わかりました、頑張ります。最後は山って感じで上がっていきます。これ大きな大岩なの。もう映像とか写真では表現できないぐらい大きいの。はい、頂上に着いたんですけど、この下のところまで行ってみた方がいいというところなんですが、
すごいらしいんですわ。でもね、すごいらしいんですけど、雪の中をそこまで下がってまた上がってくるんでしょ。はい、400メートルくらいかと思ったら距離をさ、こう歩かなくちゃいけないから結構歩いてきました。え？降りていきません、はい、ここで待ってます。はーい、ちょっと体力を残しておいた方がいいと思います。結局降りてきました。降りてきましたらこんなにもう大きな岩さんなんですけども、表現はできませんわ。もうね、壮大すぎてね、映像ではねこういうのは映らないんですよ。ありがとうございます。まあこういう状況なんですよ。こう岩山のところの岩のなんていうの、ここに入ってるのか。もうちょっとこっち来てもらって。もう怖いもん。あ、そこの木持ってもらったらいいですか。でもそこまでいいよ、もうここまでで、ね、もう十分綺麗ですよ。もうすごいですよ。ああ、そう、今下山中です。知れてますか？根っこ道を歩くのが本当。おお、今はランドの中です。これがランドですよ。うわー、根っこ。はい、帰ってきました。お疲れ様でした。